タリストの小暮哲也です。今回はセブンスコードのハーモニーの付け方の基礎をお伝えしたいと思います。ここまでくればマイナーセブンやメジャーセブン同様、セブンスもどのようにコードを付けたらいいのかなということがなんとなくわかると思います。では早速いってみましょう。はい、ではやってみます。まず、マイナーセブン、メジャーセブンと同様に、6弦からのセブンス、こういう押さえ方、まあこれはこういうふうに押さえる人もいるし、まあこういうふうに押さえた方がこうやってできますね。テンション入れやすい。で、あと、5弦からはまあこれもしておくといいかもしれないですね。ですね。あと、まあ、4弦からルートと、まあこれの1オクターブ、あ、同じか、うん、同じ音だ。ポジション違い、同じ音。それで、この辺のあたりからポジションというかそのメロディーを作っていきます。で、まあ結論から言えばもうこんな感じで弾ければいいわけなんですけど、で、まあその例えばそのまた同じようにここに G がありますから、うん、普通のこの C メジャーの5度のコードなんで、5度から始まった、このソから始まった、こうやってこういう感じです。普通の C メジャースケールの5番目の音から5番目の音を弾いてハーモニーを作っていく感じですかね。そしたらだからで、まあ、次はルート、ルートはこういうのでもいいし、
で、次ここね、ナインス。まあ、このサーティンスのテンションで入れなくても、こうやって弾いてる。次はここはさっきやった。ロンギャルート。次さっきこう弾けばいいし。あとなんだろう。これはサスコーだったんだけども、これは同じ、一応多分上で、こうやって弾いてもいいし。で、次はここ。こんなコードなので、さっきちょっとこういうコードやったと思うんですけど、これの一弦を人差し指で、薬指でこう寝かせて弾くか、でその次はまあここ、まあ上パスとか手がでかいからこうやって弾いてますけど、僕は指小さいからこうやって弾かない。このセブンスは、ここにあのトライアル、G のトライアルが5度、ルート3度であるのを弾けばセブンス。あとここは、この辺さえ弾いてるのか、もちろんさっきみたいに、さっきのサーティンスとか、まあ、この辺弾いてもいいけど、ちょっとやっぱり弾きにくいから、セブンスで、ここがナインスで、サウンドでルート、こういうのもあるよと。まあまだ使わないか、使うかもしれないから、とりあえずここにやって、でまたそのやっぱりこう2弦でできるその音とかと、こういうのもルートで、要はこれの弦を変えた、それぞれちょっと研究してもらって、いろんなところで、まあ、できると思うんですけども、
まあ普通にドミナントセブンス、メジャーに進行しているドミナントセブンスがあれば、今みたいなこういうハーモニーがつけられますので、ぜひ活用をしてみてください。というわけで今回の動画は短いですけれども、ここで終わりたいと思います。どうもありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は5度セブンス上でどのようにハーモニーを作っていくかという基礎をお伝えしました。次回は5度セブンスのオルタードのテンションについてまたちょっとやってみたいと思います。ここで初めてドレミファソラシド以外の音を使えるようになってくるわけなんですけども、次回も楽しみに待っていてください。まだまだ僕も修行の身なんですけれども、少しでも多くの方にジャズギターの楽しさを知ってもらえればありがたいと思って動画をアップしてますんで、ぜひ今後とも楽しみに動画を待っててください。ギタリスト講師小暮哲也がお送りしました。どうもありがとうございました。